またはベスタは太陽系の小惑星の一つ。1807年3月29日にドイツのブレーメンでヴィルヘルム・オルバースによって発見され、古代ローマの女神ウェスタにちなんで名付けられた。命名者はカール・フリードリヒ・ガウス。ベスタの軌道。赤色は惑星で、一番外側の軌道は木星。ベスタの内部構造。ベスタの発見は1801年のケレス以来4例目であるが、以後1845年にアストラエアが見つかるまで、小惑星の発見は途絶えることとなる。ベスタの直径は468から 530km と、小惑星帯では3番目の大きさであり、4大小惑星の一つに数えられる。ベスタの表面は他の小惑星に比べて格段に明るいため、条件さえ揃えば小惑星の中では唯一肉眼で見ることができる。また、ケレスなどと共にハッブル宇宙望遠鏡とケック望遠鏡により詳細な観測がなされている。さらに探査軌道による観測により詳細な表面地形が知られるようになったが、これによりベスタでは準惑星の要件である正水圧平衡が成立していないことが判明した。ベスタと他の小惑星を分ける特徴の一つとして内部が分化している点が挙げられる。中心部には鉄とニッケルからなる核があり、その外側に観覧石からなるマントルを持つ。表面は溶岩流に起因する玄武岩からなり、かつて小規模ながら火山活動が存在したと考えられている。これらの特徴は、太陽系の歴史の初期において、ベスタ内部が相当の熱量により融解していたためで、あると考えられる。ベスタのような層状構造を持つ分化小惑星は、かつては複数存在していたと考えられており、このような小惑星が衝突などによって破壊されたことが、太陽系に存在する小惑星の組成の違いの原因になっていると考えられている。金属質の小惑星は、古代の分化小惑星の核に由来し、岩石質の小惑星はマントルや地殻に由来すると考えられる。もっとも、ベスタも太陽系形成期の姿のまま残っているわけではないと考えられている。ハッブル宇宙望遠鏡による観測により、ベスタが形成してから10億年ほど経った時期に作られたと考えられる直径 460km のクレーター。レアシルビアが南極に発見されているも発見されている。このクレーターが他の小さな V 型小惑星の起源になっているかもしれないと考えられており、コンラーやペルチャーなどの小惑星がそのような天体の候補として挙がっている。また、1931年にチュニジアに落下したタタフィン隕石、2003年にモロッコとアルジェリアの国境付近で発見された。NWA1929 隕石もベスタ起源だとされている。ローンが撮影したベスタの地表。ローンも参照2011年7月、アメリカ合衆国の探査機ローンがベスタへ接近して画像を撮影しており、7月16日にベスタの周回軌道に投入された。ローンは2012年9月まで約1年にわたり、ベスタの観測を行った。ベスタには、多数のクレーターとともに、赤道周辺の溝状の地形などが発見されており、現在画像の解析が進められている。2014年7月に発表された解析結果によれば、ベスタのモホロビチッチ不連続面は 80km よりも深いと報告している。2014年11月には、ベスタの詳細な地質マップが NASA から公開された。2013年2月現在、レアシルビアにちなむレアシルビアを含む53個のクレーターがベスタの処女にちなみ命名されている。レアシルビアは高さ 22km の中央級を持つ。ベスタの3つ連なったクレーターには NASA によりスノーマンというニックネームが付けられたが、そのうち最大のものには正式にマルキアと命名された。クレーター以外のトロス、平原、カテナなどの地形は古代ローマ時代の都市や祭典から命名された。なお、ハッブル宇宙望遠鏡で観測された暗色の地域には発見者にちなんで、オルバース地域と仮命名されていたが、ローンの観測ではそれらしき地形は観測できなかった。ベスタの地形図、ベスタの連鎖クレーターの名は、古代ローマの都市や祭日にちなみ命名されている。ベスタ南半球の地形図。巨大なレアシルビアクレーターが、半球の全域を覆っている。ベスタのクレーターの名は、大半が、ベスタの処女や古代ローマの貴婦人にちなみ、命名されている。ベスタの円錐球の名は、古代ローマの都市や祭日にちなみ命名されている。ベスタの尾根の名は、古代ローマの都市や祭日にちなみ命名されている。ベスタの平原の名は、古代ローマの祭日にちなみ命名されている。ベスタの地溝帯の名は、古代ローマの祭日にちなみ命名されている。ベスタの断崖の名は、古代ローマの祭日にちなみ命名されている。ベスタの大陸の名は、古代ローマの祭日にちなみ命名されている。小惑星日本語表記作品1-50。日本惑星協会。2019年3月9日閲覧。オックスフォード天文学辞典。朝倉書店。初版第1冊。34ページ。ISBN4-25415017-2。宇宙、ドーン探査機が照らし出すベスタの地殻マントル境界。ネイチャー、http://www.naturesia.com/JASIA.jp/naturesia/highlights/5457520114 年7月21日閲覧。ジオロジックマップスオブ、ベスタフロム NASA S ドーンミッションパブリッシュド。NASA、http://www.nasa.gov/jpl、ドーン。ジオロジックマップスオブベスタフロムナーシャ、ドーンミッション、パブリッシュド、インデックス、HTML2014 年7月21日、閲覧。ありがとうございます。